皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。はい、DHC オカルトラジオ、トモです。木村です。ケスケです。今日はこの3人でお送りします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、さて、久々の通常回じゃないっていうか朗読じゃないやつですね。そうですね、久々でもないか、まあナンバリングにしたら久々なのかな。そうだ、久々だね。はい、教えて木村先生のコーナーですよ。まあそうですね。今回そんなコーナーあった？今回そうなると思いますよ。まあサムネにもねありますけど、はい、今回はまあ何回か言ってたシルバーバーチ、はい、はい、ついについて、そうですね、ついにやる時が来ました。はい、でちなみに僕シルバーバーチ全く知らないです。あ、触ってもないですか？触ってもないです。その方がいいと思います。俺はね、はい、中途半端に触ったタイプなんで。あ、そうなんですね。もう忘れてるよ。じゃあほぼ同じ。もうだって10年前ぐらいですか、最初に木村さんに聞いたのは。そうだね、多分それ一緒に働いてる時ぐらいでしたね。そうそもそも何すか、小説的なことなんですか？あ、それは順を追って説明していきましょう。了解です。なんか、はい、シルバーバーチのもうこれが出てるから、本がこれ読んだ方がいいよって言われて、うん、俺はそこ伝え行って、うん、買ったんですよ。うん、その買ってきた本が間違ってるっていう、ね。なんか、なんか霊、あれなんていうんですか、霊言集、霊言集、霊言集の1からなんかまで出てるじゃないですか。うんうんうん、それの、うん、なんかまとめみたいな、はい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 、ちょっと外伝的なもん買っちゃったんだよ。そう、ちょっと違うんすよね。そう、へえ、そんなのあるんすね。違うよって言って。そうやらかしたっすね。そんぐらい触った俺は。そんだけ。そんだけ。はい、じゃあやっていきましょうか。はい、よろしくお願いします。エクストリーム授業乗っかってきますね。面白いけどあれ。あんなうまく、あんな饒舌に喋れない。はい、はい、じゃあ皆さん、死んだらどうなるのかって分かります？まあこうやって俺は例の例に関するチャンネルやってますけど、うん、無になると思って言ってるタイプです。なるほど、はい、もう僕結構天国とか信じてるタイプですね。あ、なるほど、天国地獄みたいな、魂はつながってるというか、はい、あ、なるほどね。あ、そうそう、それと同じように死後の世界はあるのか、人はなぜ生まれてきたのか、うん、生きる意味とは、こう全体的にこう答えがなさそうな、うん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 、ちょっとぼやっとした、うんうん、哲学っぽくもあるし、うん、はい、この答えが全て書いてあります。全て書いてあります。全て書いてあります。それが、はい、シルバーバーチの霊君という本なんですけど、その答えが書いてあるんですか？書いてあります。もう今の若者みんな悩んでますよ。そうでしょ。今のっていうか昔からずっと悩んでますよ、みんな。その辺の本屋に売ってますから。答えが載ってます。はい、へえ。そう。それがシルバーバーチの霊君という。はい、これね、確かね、11巻まで確か出てるんだよね。ほう、そう、本が出てるんですね。そう、これ本なんですよ。なんかあれですね、今の木村さんの説明だけでちょっと読みてえっす。ね、興味あるでしょ。興味ある。こういう出だしでグッとこう、うんうんうん、掴んで掴まれたっす。掴みは OK っすね。掴みは OK でしょ。でこれが、ちょっとケイスケのバンドのギターのやつが、うん、あらすじとかって言いながら、うん、ストーリー全部言うタイプなんですよ。あ、そう知ってる。なんで木村さんここで全部言っちゃったら、うん、それ買いに行かんくなっちゃうもんね。そうですよ。はい、その僕のバンドのギターのやつとドライブとかしながら、うん、まあ、2時間ぐらいの往復のドライブ、うん、映画1本の話です。車内分かる。角原にねラーメン食べきた時もね、はい、そんな感じ。分かる。見るでって言うんですけどね。でねえとか言って。そこまで詳細には語らないです。よろしくお願いします。お願いします。はい。眠たくなっちゃうんで。ね。本当そう思ってさ、私が喋るばっかだとさ、そう。この
本、まあ、出会ったの本当とも2年さっき言ってた10年ぐらい前、うんうんうん、あもっと前だ、ね、今だったらもっと前だな、うん、多分15、6年前ですかね、うん、そうだね24、5ぐらいに私は出会ったんですけど、はい、この本は、まあ、外国の本なんです、はい、まあ、イギリスの人が、まあ、書いた本なんですけど、はい、うん、ちょっと変わってて、はい、1からさっき10巻まであるって言ったじゃないですか、はい、それぞれ書いた人が違うんですよ、はあ、うん、あ、シルバーバーチっていう人じゃないんですね、人じゃないんですよ、うん、そう、それぞれ11人が書いた、はい、シルバーバーチについて書いた本なんですよ、はあはあ、うん、そう、でこれが、うん、何年の本かっていうところからまず行きたいんですけど、はい、1920年ぐらい、あ、だいぶ前、そうだね、一応1900年代だけど、うん、100年約100年前ぐらいですかね、あ、本当だ、うんうんうん、本当だわ、うん、結構前だね、100年前、うん、100年前、1世紀前、うん、そう、にまあまあ書かれた本なんですよ、うん、はい、まあ、それをと日本人が訳しったもの、まあ、それは11巻出てるんですけど、はい、一応おすすめするのは、はい、1巻2巻ぐらいまで読んでもらえれば、はいはいはい、まあ、あとは大体同じこと書いてあるんですよ大体あ、なるほど、そのある核みたいなものがあって、うんうんうん、それを11人がこれはこうだよって話してるっていうような、そう、うんうんうん、だから同意見みたいな感じなんです、そう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 、それはなんでそういう状況になったかっていうのを話しますね、はい、お、聞きたい聞きたいまあこれはちょっとね、あのシルバーバーチの霊君、これ1、はい、これの前書き、はい、これをちょっと読みます、はい、ね、そうすれば多分だいぶ分かると思うんですよね、はい、これ1900、あ、ごめん、さっきね20年頃って言ったけど、本当この本が完成したのが1966年の話なんで、うん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 、とさっきの、20年って言った時から、まあ、40年ぐらい経ってるって話なんですけど、はい、1920年頃のことであると、はい、文人による文人って、物書いたりとか文化人だね、うん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 、社交クラブで司会役をしていた18歳の議論好きの青年が思わぬ成り行きからスピリチュアリズムの研究に引きずり込まれた。そしてある心霊家の招きでロンドンの東部地区で催されていた高齢会なるものに一種の軽蔑心を抱きつつ出席した。これといった感動も見えぬまま会の成り行きを見ていたその青年は入信した人間の口をついてインディアンだのアフリカ人だの中国人だのが変わる変わる喋るのを聞いて苦笑いを禁じえなかった。そして列席者の一人からあなたもそのうち同じことをするようになりますと言われた時もアホらしいといった気持ちで軽く聞き流した。後にこれが現実となるとは神ならぬ身には知る由もなかった。二度目に出席した時青年は途中でうっかり居眠りをしてしまい目覚めてから慌てて失礼を詫びた。ところが驚いたことに他の出席者たちから居眠りをなさっている間あなたはインディアンになっておられましたよ、名前も名乗っていましたがその方はあなたがお生まれになる前からあなたを選んでこれまでずっと指導してこられたそうです、そのうちスピリチュアリズムについて講演なさるようになるとも言っていましたと言われた。この時も青年は一緒に伏したがしかしどこか心の奥に引っかかるものがあった。そしてその後出席するたびに入信させられそのたびに同じインディアンが喋った。初めのうち片言英語しか話せなかったのが次第に流暢になっていった。その青年の名はモーリス・バーバネル、そしてインディアンはシルバーバーチと呼ばれるようになった。両者は剣という、まあ、これ現実と霊界みたいなの反する世界にいながら密接に結びついた仕事で世界的に知られるようになる運命にあった。前者は連達の宣伝家著作家編集者として後者はハンネンスワッハー氏の言葉を借りれば他のいかなる説教家よりも多くの心酔者を持つ雄弁な説教者としてである。こ
こまでで、うんうんうん、なんとなくわかりますよ、うん、その何ですか、前世というか、うん、過去の人が自分の中にいるっていう、うん、あ、そうですね、うんうん、その寝てる、はい、寝てる居眠りしちゃった間に、はい、そのシルバーバーチという霊がその人の中に入って、うんうん、はい、その霊がモーリス・バーバネンの体を借りて喋ると、そういう現象になったという、うん、あ、これはもうその人の中にもともとおるわけじゃなくて、うん、居眠りした時に入り込んだってことなんですかね、うん、そう、そうなんですね、うん、なるほど、うん、だからまあ別人格っていう、まあ、本の通り読んでるんでインディアンっつってますけどね、うんうん、今ネイティブアメリカンで、ああそうかそうか、はい、そうだね、いますんでね、そうそう、はい、本の通り読んでます、本の通りなんか来ちゃうんでね、前もなんか今はネイティブアメリカンですよみたいなの来てた、 ありましたね。じゃ続き読みますね、はい、スワッハー氏の言葉には説得力がある。スワッハー自身がその会の司会役であり、今日までその高齢会は半年スワッハーホームサークルの名称で知られていたからである。それにスワッハーはジャーナリズム界ではフリート街の法王の異名を取る反骨のジャーナリストとして長くその存在を知られている人物である。そのスワッハーの勧めでシルバーバーチの霊言が心霊史上で公表されるようになってからも霊媒がバーバネルであることは内密にされた。バーバネルにしてみれば自分を通じての霊的教訓はいくら宣伝されてもそれだけの価値はあるが、それを掲載するサイキックニュース誌とツーワールズ誌の主筆が実はその霊媒であるというのは受け入れられようではまずい印象を与えるのではないかという用心があったのである。そういう次第でバーバネルがシルバーバーチの霊媒であるという事実は20年余りも極秘にされていたが、一体霊媒が誰なのかという次第に高まる一般の噂を放置するわけにもいかなくなり、ついに1957年8月24日のツーワールズ史上でバーバネル自ら公表したのであった。シルバーバーチについてスワッハーはこう述べている。シルバーバーチは実はネイティブアメリカンではない。一体誰なのか本当のところはわからない。本来属する会は波長が高すぎて地上とは直接の交信が不可能であるために低い会の霊の幽体を使用している。シルバーバーチと名乗るネイティブアメリカンは多分その霊体の持ち主であろう。その証拠に彼はこう言っているのである。いずれ私の身分を明かす日も来ることでしょう。私は仰々しい名前を使うことによって敬愛を受けたくはありません。私が語る真理によって私の進化を証明するのにあえて素朴なネイティブアメリカンに身をやつしております。それが自然の断りというものなのですと、これらの説教が霊媒の潜在意識の仕業でないことをどうやって見分けるのかと批評家の質問に対してスワッハーは両者が個別の存在であることを示す決定的な事実がいくつかあるという。例えばシルバーバーチは再生説を説くが、バーバネルは通常意識の時はこれを否定し入信すると反対に再生説を主張する。シルバーバーチ自身も自分が心霊家がよく持ち出す霊媒の第二人格でないことを示す証拠をこれまで何度も提供している。例えば霊媒の奥さんのシルビアに対してシルバーバーチが今度のエステル・ロバーツ女子の高齢会でカクカクしかじかのことを直接談話で言いますと約束したことがある。そしてその約束通りのことが起きた。一緒に出席していたバーバネルも初めはシルバーバーチの声を直接聞いて感動を覚えたという。文は人なりとは18世紀のフランスの博物学者ビフォンの名言であるが、これはシルバーバーチに関する限り人間性のみならず説教の解き方についても言える。霊媒のバーバネルもシルバーバーチの解き方の巧みさをまさに霊の錬金術であると激称してこう述べている。年がら年中物を書く仕事をしている人間から見れば毎週毎週ぶっつけ本番でこれほど英知に富んだ教えを素朴な雄弁さを持って解き続けられるということ、それ自体がすでに超人的であることを示している。ペンで生きている他のジャーナリスト同様、私も平易な文章ほど難しいことはないということを熟知している。誰しも単語を置き換えたり消したり文体を書き改めたり字引きや同義語辞典と
首っ引きでやっと満足のいく記事が出来上がる。ところがこの死者は一度も言葉に窮することなく、スラスラと完璧な文章を述べていく。その一文一文に良識があふれ、人の心を鼓舞し、精神を高揚し、気高さを感じさせる。シルバーバーチの言葉には実にダイヤモンドの輝きにも似たようなものがある。ますます敬意を覚えるようになったこの名文家、文章の達人に私は再敬礼する。うん、なんかなんとなく分かってきましたか。うんうんうん、なんかすげえ本物っぽい、本物だぞっていう感じが伝わってきますね。うん、そのシルバーバッジは、うん、定休礼みたいなのを言ってましたね。あ、そう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 、うん、そうなんですよ。あの後でまた話すと思うんですけど、礼会はやっぱレイヤーになってて、層になってて、でとこの、まあ、自分がシルバーバーチだって言ってる霊、うんうん、は、はい、人間の世界に近いところの層にいる霊なんですよ。人間がゼロ階層にいたとしたら1階層とか2階層ぐらいにいるやつっていうことですね。そう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 。それをコントロールしてるさらに上の霊がいて、でさらにその上の霊もそのさらにその上の人から言われてると。だから大元は結構上っていう感じ。大元は結構上の人なんか言ってましたね。格式バッターみたいな、いずれ明かすことになると思うみたいなの言ってましたね。今、うん、言ってましたね。うん、うん、気になるっすね。気になるっすよね。なんかを伝えるために合わせてくれとるってことですよね。そうですね。こっち、あ、そう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 。多分一番上の人が人間に何か言っても伝わらないのかもしれない。うん、伝わらない。そうそうそう。波長が違いすぎて伝わらないと。うん、だからそこをうまいこと、まあ、交通整理というか、うん、して伝えてるという。伝言ゲームってことですか？まあまあ、あ、まあそれよりももっと、ね、糸電話みたいっていう表現してたかな。うーん、うん、か、でもじゃあ。まあ、言ってくれるのかもしれないですけど、木村さんが後で、うんうん、なんか伝わるのが変わりそうっちゃ変わりそうじゃないですか。まあそこはね、微妙なニュアンスがちょっと変わってきたりとか。まあでも、うん、さっき言った通りこう一字一句窮することなく、うん、こう、まあ、ペラペラと話すその様子からして、決してそう、うんうん、そのシルバーバッジ自身の解釈みたいなものじゃなくて、あ、そういうことですね、うん、そうそう、伝えられたものを言ってるという。通訳みたいな感じですかね。まあそうだね、まあそうだね、うん、まだちょっと続けていきますね。はい。南アフリカにおけるスピリチュアリズムの中心的指導者であるエドマンド・ベントリー氏もその著書の中でシルバーバーチとバーバネルとの相違を一目瞭然であると評し、特に弁舌の爽やかさと文体の美しさにおいて際立った対象を見せていると述べてからこう続ける。バーバネルも確かに優れた演説家である。公開の演壇上で、宴会の席で、選挙の応援演説で、あるいは何万人もの聴衆を前にした集会の演説などなどでの体験から、詩は実に弁舌爽やかであり、ユーモアのあるエピソードを交えるのも巧みであり、なかんずく法廷弁護士にも似た理路整然とした説明にただならぬ才能を見せる。しかしシルバーバーチはこうした人間的評価の域を完全に超えている。シルバーバーチには荘厳さと威厳があり、それに王者の風格とも言うべき高度な素朴さと情愛とが一体となった風合いが感じられる。あえて説明するに及ばぬことではあるが、その表現力の幅広さ、用語の選択の的確さ、正気あふれる爽やかな弁舌を見れば、シルバーバーチと名乗る存在が明らかにバーバネルとは個別の霊界からの訪問者であり、それが豊富な知識と英知と才能を携えて訪れ、地上の人間の体を借りて語っていることは明白である。そのシルバーバーチがバーバネルの体を完全に使いこなすに至る経過をバーバネル自身が次のように語っている。初めの頃は体から 2,3 フィート離れたところに立っていたり、あるいは体の上の方でチューブラリンの格好で自分の口から出る言葉を一語一句聞き取ることができた。シルバーバーチは英語がだんだん上手になり、初めの頃の太いしわがれ声も次第に綺麗な声、私より低いがここ気持ちの良い声に変わっていった。他の霊媒の場合はともかくとして、私自身にとって入信、入信は神が入るって書くね、入信はいわば心地よい幸福である。まず気持ちを落ち着かせ、受け身の心境になって気分的に身を投げ出してしまう。
そして私を通じて何卒最高で純粋な通信が得られますようにと祈る。そして一種冥福しがたい温かみを覚える。普段でも時折感じることがあるが、これはシルバーバーチと接触した時の反応である。暖かいと言っても体温計で測る温度とは違う。おそらく測ってみても体温に変化はないはずである。やがて私の呼吸が大きくリズミカルになり、そしていびきにも似たものになる。すると意識が薄らいでいき、周りのことが分からなくなり、柔らかい毛布で包まれたみたいな感じになる。そしてついに私が消えてしまう。どこへ消えてしまうのか私にも分からない。聞くところによると、入信はシルバーバーチのオーラと私のオーラとが融合し、シルバーバーチが私の潜在意識を支配した時の状態だとのことである。意識の回復はその逆のプロセスということになるが、目覚めた時は部屋がどんなに暖かくしてあっても下半身が妙に冷えているのが常である。時には私の感情が使用されたのが分かることもある。というのは、あたかも涙を流した後のような感じが残っていることがあるからである。入信状態がいくら長引いても目覚めた時はさっぱりした気分である。入信前にクタクタに疲れていても同じである。そして一杯の水をいただいてすっかり普段の私に戻るのであるが、高齢会が始まってすぐにも水を一杯いただく。忙しい毎日であるから仕事が終わっていきなり高齢会の部屋に飛び込むこともしばしばであるが、どんなに疲れていても、あるいはその日どんなに変わった出来事があっても入信には何の影響もないようである。あまりに疲労がひどく、こんな状態ではいい成果は得られないだろうと思っていた時でも、目覚めてみるといつもと変わらない成果が得られているのを知って驚くことがある。私の経験では高齢会の前はあまり食べない方が良いようである。胸に疲れた感じがするのである。またいろいろと言う人がいるが、私の場合は高齢会の出席者についてあらかじめあまり知らない方がうまくいく。余計なことを知っているとかえって邪魔になるのである。という、その、本人の、はい、モーリス・バーバネルっていう人が言う、その 入信した時の感じ、うんうんうん、コントロールできるんですね。週に1回金曜日にその高齢会シルバーバーさっき言ったと半年スワッハホームサークルっていうのを毎週金曜日に開いてて、はい、でそこに何時だったか忘れてたけど8時ぐらいだったかな、集まってシルバーバーチの話を聞くっていう、そういうのを何年もやってて、どんなに疲れててもっていうのがすごいですね。影響してないっていうか、で、この本はその高齢会の出席者が書いた本なんですよ。はい、はい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 、うん、まあ、記録っていう感じですかね。そう、記録ってことですね。でそれぞれこの話が重要だなって思った部分が違うもんで、はいはいはい、まあ、その11巻それぞれ11人が書いた、なるほど、うんうんうん、なるほどなるほど、うん、サークルの人たちが書いた、はい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 、うん、理解しましたね。木野さんは、うん、1,2 巻で大丈夫だろう。 1,2 巻で大丈夫です結局同じことですもんね。そう、そうなんです、ね、シルバーバーチが喋ってることは、そう、そうなんですよ、うん、で一応この1シルバーバーチの霊君の1っていうのは、はい、アンドゥーリーっていう方が書いてるんですけど、私にとっては1963年秋に初めて出席した高齢会は忘れがたいものとなった。別格目を見張るような現象があったわけではない。通常のメンバー6人に私を含む招待客6人の計12人が出席した。雰囲気は極めてリラックスして和気あいあいとしていた。部屋はロンドン郊外の樹木に囲まれたバーバネル氏の自宅の1階の居間で、書物の並ぶ壁で四方を取り囲まれた素敵な部屋であった。あ、これね、すいません、さっき12人11人って言ったんですけど、はい、1人で2巻書いてる人もいるんで、あ、数はちょっと、うん、あれですね。聞いた話では高齢会はテーブルの振動によって始まるとのことだった。確かにそうなのだが、その時の印象は見ると聞くとでは大違いであった。死んだカエルの足がピクピク引きつるのを科学者が目撃したのが電気時代の始まりだそうだが、私にとってそんな言い草は他の出席者と共に両手をテーブルの上に置いた途端に消し飛んだ。テーブルに命が吹き込まれるのをこの目で見ただけでなく、この手で感じ取ったのである。出席者が誠実な人ばかりであることは確信していたので、誰かが故意に動かしているのではないことは断言できる。そのテーブルがこちらの挨拶に応えて筋の通った反応を見せたときに、私がこれまで抱いていた万有引力の法則の概念が崩れ去った。何の変哲もない無生物である木製のテーブルが
ギーギーときしむ音を出しながら、人間がうなずくような動作から苛立つように激しく前後に揺れ動く動作まで様々な動きを見せるのだった、うん、そうした現象が一通り終わって全員が着席すると、霊媒のバーバネルがソファーに腰掛けて入信状態に入った。その瞬間から会が目に見えぬ一段によって進められている雰囲気となった。そして私は神秘家の言う精霊の効果、精霊効果はまあ降りてくるってことだね、を垣間見ることとなった。驚いたことにバーバネル氏の顔が急に変貌し始めたのである。仕事の上で慣れ親しんでいるあの皮肉屋でいつも葉巻を口にした毒舌家のジャーナリストに一体何の変化が生じたのだろうか。フロイトに言わせると、精神病や夢の原因はことごとく潜在意識の仕業だそうで、我々もそう思い込んできたが、それから80分にわたって私がこの目で見、この耳で聞いたものは、そんな単純な説明ではとても解釈できるものではなかった。ジャーナリストとしてネタ集めに搬送してきた中で、私は熟練の関税職員と同じように話しぶりや挙動でその人の本性を見抜く才能が身についている。今目の前で喋り始めたのが日頃親しくしているバーバネル氏とは別人であることは私はすぐに直感した。バーバネル氏の全身が喋っているのであるが、それはバーバネル氏その人ではない。話しぶりが全く違うのである。その日シルバーバーチは出席者の一人一人に個別に語りかけたが、その内容は万人に共通した普遍的なものであった。ただついでに付け加えれば、その日このしたたか者の私を含む3人の女性が涙を流した。悲しみの涙ではない、感激の涙である。こう言うとまた否定論者の偏見を招くことになるかもしれないが、ギリシャのデルポイの神託でリディアの最後の王クロイソスが何の変哲もないメッセージを受けたことが元で、王国が根底から揺れ動いた例もあることを忘れてはいけない。さて長年の慣例に従い、私もシルバーバーチに悩み事の相談を許された。私はこう質問した。私が今なお理解できないのは、この世に不可抗力の苦難が絶えず、それが私を含めて多くの人間を神へ背を向けさせていることです。シルバーバーチはこう言いました。なるほど、でも神はその方たちに背を向けませんよ。一体どうあってほしいとおっしゃるのですか。苦労なしに勝利を収め、努力なしに賞を獲得したいとおっしゃるのでしょうか。次に私は当然の報いと慈悲との関係がよく分かりませんと尋ねた。シルバーバーチ、報いは報いであり慈悲は慈悲です。地上で報われないときはこちらの世界で報われます。神をごまかすことはできません。なぜなら永遠の法則が全ての出来事をチェックしているからです。その動きは完璧です。宇宙を創造したのは愛です。無限なる神の愛です。無限なる愛がある以上、そこに慈悲がないはずはないでしょう。なぜなら慈悲心、思いやり、寛容心、公正、慈善、愛、こうしたものは全て神の属性だからです。苦難はなくてはならないものなのです。一体霊性の向上はどうすれば得られるのでしょう。楽ではないからこそ価値があるのです。もし楽に得られるのであったら価値はありません。身についてしまえば楽に思えるでしょう。身につくまでは楽ではなかったのです。このハンネンスワッハーホームサークルにおけるシルバーバーチの霊言のすべてが公表されれば、今物質主義的文化の危険な曲がり角に立つ人類が抱える諸問題についての注目すべき英知が数多く発見されることであろう。とりあえずその中から私なりに選んだ英知のいくつかを紹介するに際し、読者のすべてがご自分の人生において慰めとなり、あるいは思考の糧となる何者かを見出せることを希望してやまない次第である。アンドゥーリーという、いろんな職業の人がいたんでしたっけ、確かジャーナリストやら、そう、いろんなで、例えば神父さんなのか、牧師さんだったか、ちょっとどっちか忘れちゃったけど、そういう人も参加してたりとか、なんかそのサークルって言ってるっすけど、今でいう宗教みたいな雰囲気がちょっとありますよね。ああそうだね、そうそうなんですよ。でこのシルバーバーチの、はい、話の中に、うんうん、宗教に触れてる部分っていうのがやっぱあるんですけど、この教訓というか、この霊言集の中には
私を信仰しなさいみたいなことは一言も出てこないですよね。だから宗教というよりも思想とかのよりなのかなって私は思って、それがすごく気に入ったんですよね。なんか宗教だとなんか儀式があったりとかで、それに反すると何かみたいな、ペナルティーみたいなのがあって、そうあるってみたいな、そういうイメージあるけど、そんなことは言わないんですよね。ただこうなってますよ、あの神が作ったこの世界はこうなってるんですよっていうことをひたすら言うみたいな。なんとなく概要は、なんとなく、なんとなくっていうか結構がっつり、ね、概要はここね、ちょっとね外せなかったんですよね、ちょっと長かったんですけど、これなんか、まあそうですね、全部読まないと、ちょっとね、ざっくり木村さんが分かりやすく言うと、今一回全部言ったけど今改めてこれをざっくりまとめて言うと、ざっくり言うと言うと、とりあえずシルバーバーチっていう、人が、自分の中に入りましたよって、それでいろいろ質問して答えてくれましたよっていうことですよね。そう、それをまとめたのがこの本ですと。そういうことですね。ちょっとすげえなんか真実味があるというか、なんか今の文章を聞いただけで、そうなんですよね。多分みんながみんなちょっとサニワ的な役割してますよね。な感じ。参加者が。はい、あ、まあそうかな。でももうサニワを必要としないぐらいの、まあ違いが出てたんでしょうね。そう。そうなんですよ。すごい、そのサークル参加したいですね。いや本当に、本当に本当に。呼びかければいいんじゃない今。行きます。高齢術。シルバーバーチ来てくれます。一回眠ってしまえばいいんじゃないか、第二回で。気づいたら明日の朝ですよ僕。ただ。そうだね。ここで、さっきちょっと宗教の話が出たんで、ちょっと宗教の、ことについて言ってる部分っていうのがあるんで、はい、そこをちょっと読んでみようかなって。あ、 Q&A があるってことですね。そうだね、 Q&A というか、そうだね、じゃあいきますよ、はい、宗教的故障や政治的主義主張はどうでもよろしい。私はその重要性を認めません。もし何かの役に立てばそれはそれで結構です。が本当に大切なものは神の子として授かったかけがえのない霊的遺産を存分に発揮することです。その好奇、その気高さ、その威厳の中に生きることです。いかなる名称の思想、いかなる名称の教会、いかなる名称の宗教よりも偉大です。神の遺産は尽きることがありません。地上に誕生してくるもののすべてが当然の遺産としてその一部を無償で分け与えられております。人生の重荷を抱えた人があなた方のもとを訪れたとき、大切なのはその人の魂に訴えることをしてあげることです。他界した肉親縁者からのメッセージを伝えてあげるのも良いことには違いありません。メッセージを送る側も送られる側も共に喜ぶでしょう。しかし喜ばせるだけで終わってはいけません。その喜びの体験を通じて魂が感動し、宇宙の絶対的な規範であるところの霊的実在に目覚めなければなりません。慰めのメッセージを伝えてあげるのも大事です。病気を治してあげるのも大事です。私がこうしておしゃべりすることよりも大事です。ですが霊界において目論まれている目的、こうして私どもが地上へ舞い降りて戻ってくる本当の目的は、地上の人間の霊的覚醒を促進させることです。その仕事にあなた方も携わっておられるわけです。困難に負けてはいけません。神の道具として託された絶大なる信頼を裏切らない限り決して挫折することはありません。嵐が吹きまくることもあるでしょう。雨も降りしきることもあるでしょう。しかしそれによって痛めつけられることはありません。嵐が去り太陽が再び輝くまで隔離され保護されることでしょう。煩わしい日常生活の中に浸りきっているあなた方には、自分が携わっている恵み深い仕事の背後に控える霊力がいかに強大で偉大であるかを理解することは難しいでしょう。ですからあなた方としてはひたすらに人の役に立つことを心がける他にないのです。あなた方を通じて働いている力はこの宇宙、創造を絶する広大な全宇宙を創造した力の一部なのですっていう感じですね。うん、
なんか今日家帰ったらいい歌かけそうっすね。なんかあれっすね、なんかチャクラ系っていうか、うん、まああんまそういう故障とかは関係ないって言ってますけど、うんうん、なんか同じなんかそのチャクラを開くには徳を積むっていうか、うん、何感謝とか、うんうん、そういうのでパワーが開いていくみたいなの、そうだ、だからなんか宇宙とつながるみたいなみたいな感じじゃないですか、うんうんうん、なんでやっぱ共通点っていうか、うん、うーん仏教でも徳を積むみたいなのとかもあるじゃないですか、うんうんうん、やっぱつながりはつながりであるんですね全部。そうなんですよね、それの元になった。あ、そうまさにね。感じなんですかね。まさにその通りで、とその各宗教の、うん、あまあ、これちょっととりあえずじゃキリスト教との関係を語ってる部分があるんで、はい、それいきましょうか。はい、キリスト教会との関係となるとこれは厄介です。自分たちの教義こそ絶対的真理であると真面目に信じており、それをこの上なく大事なものとして死守せんとしています。実際にはもともと霊的であった啓示が幾世紀もの時代を経るうちに人間的思想の産物の下に埋もれてしまっていることに気づいてくれないのです。中身と包装物との区別がつかなくなっているのです。包装物を御所を大事に拝んでいるのです。こうした変更した信仰が精神的にも霊的にも硬直化してくると、もはや外部から手を施す術がありません。神は時として精神的ないし霊的大変動の体験を与えて一気に真理に目覚めさせるという荒治療をすることがありますが、それも必ずしも思う通りにはいかないものです。もしも苦難や悲哀、病苦などが魂の琴線に触れて何かに目覚めたとしたら、その苦い体験も価値があったことになります。霊の世界からこうして地上へ戻ってくる そもそもの目的は人間の注意を霊的実在へと向けさせることにあります。ただそれだけのことです。地上世界の出来事に知らぬふりをしようと思えばできないことはありません。別段地上との関わりを強制されるいわれはないのです。また人間側には我々に対して援助を強要する手段は何もないはずです。ですから私たちの人力はすべて自発的なものです。それは人類愛というべきものに発し援助の手を差し伸べたいという願望があるからこそです。それも一種の利己主義だと言われれば確かにそうかもしれません。愛というものは往々にして利己主義に発することが多いものです。身を霊界において次から次へと地上生活の落語者というべき人間が何の備えもないまま送り込まれてくるのを見ているわけですから、その人たちがこちらへ来る前に、つまり教訓を学ぶために赴いた地上という学校でちゃんと学ぶべきものを学んできてくれればどんなにか楽になるのですが、という。なるほど。じゃああれですね、それで言うとそのシルバーバーチで言うと、うん、乗り移った人、うん、移られた人か、うんうんうん、は何でしたっけ名前。バーバーモーリス・バーマネル、その人を崇めてるみたいな感じなんですね。キリストが放送師で、うんうんうん、本当はそこじゃないけど、うん、それを崇めちゃってるからみたいな、そうそうそう、ことを言ってるってことですよね。そうなんですよ。だからまあ核となる部分は一緒なのに、うん、言った人がすげえみたいになってるから、うんうん、ちょっとそこがその真意がずれてるっていうか、っていうこと、真意がずれてるっていうかね。そうそう、そういう宗教っていうのはもともとそのシルバーバチが言ってることが根本にある、どの宗教にも。しかし後世の人間があまりにも自分の立場とかその教会の立場とかそういうのを重んじるようになってきたから、ちょっとずつずれてって、そのずれが長い時間を経て全く違うものになってったっていう。なるほど、なるほど、うん、いやなんかすげえ分かるんですけどね、言葉心理しにくいですね。宗教はね、うんうん、でこの本は言ってるよっていう。まあそうですね、そうですね。僕たちじゃないよっていう。保険をね、保険をねかけとかんとね。
まあでも似たような部分も多かったりはしますもんね。その共通してる部分もあります、どの宗教でも。だからなんかやっぱ核となるものは あるのかなとは思いますけど、うん、そうですね。そのね、キリストのことについてちょっとね言ってる部分があるんですよ。もうちょっと細かく言ってる部分があるんですけど、プロテスタントとかでしたっけ、思いっきり教信者っていうか、そうカトリックの方が古い、あ古いで、それ新しいのが、まあ、仏教で言ったら小乗仏教と大乗仏教みたいな感じだと思うんだけど、とね、そのちょっとね探せるかどうか分かんないけど、うん、キリスト自身はやっぱすごく徳のあるというか、人間にとって大切なことを教えに来た人で、今のこのシルバーバチのいる世界でも、うん、すごく人間に対して、愛を与え続けている存在というか、とても、霊格の高い霊として存在してるっていうんだよね、シルバーバチ曰く、うん、でもそのキリスト自身の気持ちとキリスト教っていうもの自体はちょっと乖離してるぞっていう。なるほど。そう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 。だからキリスト自体は優れた、とても優れた人であったと、うんうん、いうことを言ってる部分もありましたね。それを見てキリストはどう思うんですかね。いや本当にね、悲しんでるとは思うよ。うん、まあ、それは仏教とかにも言えることなのかもしれないですけど、ね、まあそうだね。まあちょっとなんていうのかな、宗教批判っていうことはあんましたくないので、まあ もちろんそうだね、うんうん、まあ、というその関係性というか、うんうんうん、まあ核となる部分なんだよっていうことなんですね、うん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 、シルバーバーチの方が、そう、うん、そうそうなんですよ、うんうんうん、根本というかね、うん、まあでも言ってますもんね。それでもなんか信じる、その人の助けになるならば宗教もみたいなことを言ってましたもんね、うん、そう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 、うん、まあ、このシルバーバーチが言う神の法則、うんうん、はい、というのがあります。神の法則、法則、神は法則として働いているのであり、晴天の日も嵐の日も神の働きです。有限なる人間に神を裁く資格はありません。宇宙を裁く資格もありません。地球を裁く資格もありません。あなた方自身でさえも裁く資格はありません。物的尺度があまりにも小さすぎるのです。物的尺度で見る限り、世の中は不公平と不正と邪道と力の支配と真理の敗北しか見えないでしょう。当然かもしれません。しかしそれは極めて偏った誤った判断です。地上では必ずしも正義が勝つとは限りません。なぜなら因果律は必ずしも地上生活中に成就されるとは限らないからです。ですが地上生活を超えた長い目で見れば、因果律は一部の狂いもなく働き、天秤は必ず平均を取り戻します。霊的に見てあなたにとって何が一番望ましいかはあなた自身には分かりません。もしかしたらあなたにとって一番嫌なことが実はあなたの祈りに対する最適の回答であることもあり得るのです。ですからなかなか難しいことではありますが、物事は物的尺度ではなく霊的尺度で判断するように努めることです。というのはあなた方にとって悲劇と思えることが私どもからすれば幸運と思えることがあり、あなた方にとって幸福と思えることが私どもから見れば不幸だと思えることもあるのです。祈りにはそれなりの回答が与えられます。しかしそれは必ずしもあなたが望んでいる通りの形ではなく、その時のあなたの霊的成長にとって一番望ましい形で与えられます。神は決して我が子を見捨てるようなことはしいたしません。しかし神が施されることを地上的な物差しで批判することはやめなくてはいけません。という、うん、まあでも本当になんかちょっとキリスト教と言ってることが似てるっていうか、あ、そうなのかな。なんかまああれじゃないですか、キリスト教っていうか、まあ、宗教とかで言ってるようなこと、うん、神様が試練を与えてるよみたいな。ああ、そうね、そうね。その、うんうんうん、こっちでマイナスって思うこともそれはプラスなんだよみたいな、ことを言ってんなっていう。そうだね、うん、すげえ心打たれたっす今。
撃たれたような顔してなかったけど俺今心撃たれとるそうだね。その例えば、うん、こんな質問する、その高齢会で、はい、こんな質問することがあるんですよ。子供が重い病気にかかって、はい、うん、苦しむ、はい、そこに何の意味があるのでしょうかみたいな、はあはあはあ、だから地球的な物差しで言えば、うん、もう辛いだけみたいな感じになるけど、その後の世界ではそれの分幸福になれるよみたいなこともあるぞっていう、そう、まあ、とかその親、うん、うん、親が、まあ、霊的なものに目覚めさせるために生まれてきた子供とか、うーん、ちょっとどうだったっけな。でもこれ読んだら多分普通に普段ちょっと落ち込んどる人とかでもモチベーション絶対上がるっすよね。いや本当ね。ねえ、そうなんですよね。ちょっと落ち込んどる人だったら上がるかもね。うん、あんまり落ち込みすぎとると多分ひねくれとってさ。ああそっか、うん。あれもそうじゃん。なんだったっけ。自己啓発本とかもさ。ああはい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 。なんかいいこと書いてあるけどさ。まあ。他の誰かがねみたいな、自分じゃない他の誰かがねみたいな感じになったりとかするじゃん。まあひねくれてるとなっちゃうか、うん、そうか、まあ、でも結果ね聞く側としてはその精神的な落ち具合以外は変わらないんですけどね。うん、見つけました。はい、これはあの一問一答で答えたパターンですね。はい、痛いけない幼児が不治の病で苦しむのは何か原因があるのでしょうか。これで神が公正と言えるのだろうかと思うことがありますが、という質問ですね。うんうん、これにはこう答えてます。本来霊的な問題を物的尺度で解決することはできません。地上生活という極めて短い期間の体験でもって永遠を判断することはできません。神の構成は無限の摂理によって支配されており、その全てを小さい一かけらだけでもって理解することはできません。小さなものが自分より大きなものを理解できるでしょうか。一滴の水が大海を語れるでしょうか。部分が全体を理解できるでしょうか。宇宙はただただ簡単するばかりの見事な法則によって支配されております。完璧な英知によって創造されているからです。法則が狂うことは絶対にありません。時に不公平のように思えることがあるのは全体の一部だけを見ているからです。全体が見えるようになれば考えが変わります。地上にいる限りその短い期間で無限を理解することはできません。埋め合わせあるいは因果の原理は人間には理解できません。霊の世界の豊かさ、美しさ、見事さはそれを例えるべきものが地上にないのですから、人間には理解する手がかりはないわけです。宿命的に判断力が制限され視野が狭められている人間にどうして地上の裏側の世界が理解できましょう。子供の体は両親の血と肉でこしらえられている以上、両親の肉体的要素が全部その子に受け継がれていくに決まっています。ですから子供は両親の身体的欠陥まで頂戴することになります。しかし子供は誕生という行為によって宇宙の大霊の一部となるのです。神の遺産、あらゆる物的障害に負けない潜在的神性を宿しております。物質は霊をしのぐことはできません。物質はあくまでも従者です。従うもの、霊が主役です。主人です。霊的成長はゆっくりとして着実な童貞です。霊的感覚と理解力は魂にその用意ができた時に初めて得られるものです。私たちの説く真理が馬の耳に念仏である人もいますが、それに何らかの感動を覚えた時、その人はその後に待ち受ける数々の真理を理解していく用意ができたことを意味します。あたかも霊の立場に立って判決を下すようなことはしてはいけません。という。なるほど。前に神主さんの回で話してくれた川の例えがなんかあれですね。そうね、まさにそこに戻ってくだけみたいな。その子供がもう病気で亡くなりそうっていうのは人間の時だけで見た話であって、もっと先までその霊的なもんまで全部含めてみると大したことじゃねえっていう感じの、まあ早くそれになれるよみたいなプラスであったりとか、そういうことを言ってんだなっていう感じですね。そうですね。このさ、ちょっと難しい、ちょっと堅苦しい言い回しをしてるんですよこの本は。
でこれについてちょっと解説しようと思うんですけど、はい、これね近藤和夫さんっていう方が訳してるんですけど、はい、これね、シルバーバーチ関連の本を他の人が訳してる本もあるんですよ、はい、でもこの近藤和夫さんが書いた訳した本の方がすごい良くて、はい、言葉に重みがあるっていうか、なんか入ってきますね。ほんとちょっと俺の読み方がさちょっとあれだけど、うん、とすごくねカチッとした重みのある言葉で訳してくれてて、うんうん、他の人だとちょっとね軽いじゃんね、その日本語が軽くて、まあ分かりやすいっちゃ分かりやすいのかもしんないけど、うんうん、すごくねありがたいみたいな感じを受けるんだよね、うんうんうん、この近藤さんの役は。だからね、全部ねこの近藤さんの役で私はね読むようにしてるというか、うん、いいなと思って、このだからちょっと堅苦しさみたいなのあるんだけど、まあ、でもすごくいいなと思って。いやぜひまだです、ね、その近藤さんの役のやつを読んでない人は、うん、それをちょっと読んでみてほしいですね。そうだね、うん、そっちバージョン絶対いいよ、うん、漫画シルバーバーチとかあれば触りにはいいですけど、ね、ああ本当そうだね。それこそエクストリーム授業でバチってこう20分ぐらいのやつ大きいチャンネルでやってもらえれば興味持ってもらって、でここでちょっと詳しく話してますぜみたいなちょっとねっつってそうですね。でもねまだまだねちょっと言いたいこともたくさんあるんですけど、はい、第2回へ、まあその方がいいかな、行きましょうか。これはそうですね、行きましょう。一応じゃあ最後に、はい、こうなぜネイティブアメリカンの例を使って言ってるのかっていう、うん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 、それ気になるですね、確かに、うん、ことが一応ちらっと書いてあるとかあって、これちょっと読もうかなと思って、うん、はい、一応まあ本にはインディアンで書いてあるのでインディアンで読みますね、はい、シルバーバーチは祈りの最後に必ずあなたのしもべインディアン Your Indian Servant というのですが、このインディアンがシルバーバーチ霊その人でないことは前書きで編者がハンネン・スワッハーの言葉を引用して解説していますと、ね、言ったようにさっきね。しかしこのインディアンの霊も紀元前の古代霊であり、神界神の界少なくとも地球圏の最高階の波長を受信できるほど進化した高級霊であることは間違いありません。霊界の霊媒として元インディアンだった霊を使ったことには、インディアンが民族的に心霊能力が優れていることも理由の一つでしょうが、私はこれまで白人中心の文明思想に毒されてきている地球人類への戒めが込められていると見ております。それはシリーズを読み通していただければきっと読み取っていただけるものと思います。なるほど、うん、という結構そう、私インディアも結構好きで、はい、例えばね土地いろんなさインディアンの名言みたいなのさ、はい、あってさ、それとこのシルバーバーチに書いてあることって結構重なる部分がほう、うん、あったりしてさ、古代霊、うん、じゃあ10までが地球の最高レイヤーか階層だったとしたら、うんうん、もう10ぐらいの人っていうことですね。あ、まあ、ギリギリ地上と交信ができるギリギリぐらいの人みたいな、うん、決して低級霊じゃないみたいな、うん、っていうことですね。そう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 、さっき 1,2 の人とか言ってたんですけど、うんうんうん、そういうわけじゃないっていう。そうだね、いやなんか不敬な、こんなん1960年でしたっけ60年これ本大丈夫だったんですか、 KKK とかだって言ってるじゃないですか、白人至上主義の人が。黙ってなかったんじゃないですか。あ、うん、どうなんだ、もイギリスでっていうのが意味があるんじゃない。あ、そっかそっかそっか、うん、アメリカじゃないからさ、じゃないですね。でもアメリカでは白金ですみたいになってたかもしれないですね、もしかしたら。ああ、分かんないね、うん、まあまあちょっと他にもいっぱい言いたいことはあるんですけど、うんうん、はい、まあちょっと第1回はこれぐらいで、ちょっとみんなの反応を見てみたいなっていうね、あ、まあ、のもある。ちなみに僕はもう心奪われてます。
奪われてますか、はい、シルバーバーチに奪われてます。夜喋るんじゃねえかな俺。よかったです。でもそういう何かのきっかけになったらいいなって思う、うんうん、本当に本当に、うん、これね、実は棚市でも紹介したいねって言ってたんですけど、そうあそこじゃもったいないっていう、うん、そうこのボリューム感は、うん、そうまだまだ本当ね、今日ね一応1と2シルバーバーチの霊君1と2っていうのを用意してきたんだけど、はい、そう11までありますから ね11まである1と2用意してきたけど、この中でも本当まだね、まあ、5分の1ぐらいしか言いたいことが言えてなかったっていう、今のでですね、そうなんか11冊プラスなんかあったっすよね、 あるまとめみたいのある、あるっすよね、うん、あるある、なんでちょっとまだね足りなかったですね、うん、もうちょっとやりたい感じはありますね。ただね、もうちょっと聞きたい感じもある？あるっす、あるっす、ありますあります。ある？全然あります。まあ、これでちょっとね、まあ、反応を見て。なんかこのシルバーワーチの何でしたっけ？レイ君。レイ君。うん、これの他にシルバーバーチの言葉とか、うん、ちょっとなんか。うんうんうん、違う本もいっぱい出てるんですよ。そうそう、あるあるある。なんでまずはこの1から11まで出てるやつを、うん、気になった方は読んでもらって、そうなんですよね。うん、そうなんか俺みたいにね、うん、間違って変なの取っちゃうんです。そう、まあ。変なのとは言わんすけど、うん、まずはこのスタンダードなこれを。そう。うん、本当このね1に関してはね、俺何冊も買ってだっていうのは誰かに貸してあげるじゃない。この本めっちゃいいもんね、読んでって言って。はい、で誰かに貸して、はい、まあ、それが返ってこず、はい、まあ、それはそれでそういう運命だったなと思ってそうそれを俺の時も言ってたっす、あ言ってた、うん、で、あもう今ちょっとないもんで、うん、あげれんけど、うんうん、ちょっと買ってみてみたいな、そうそうそう、なんで俺間違えるっていうそう、多分5、6冊ぐらいはね、うん、言ってたっすね、買ってるであげてっつって、うん、これおからじ図書館に寄贈してくれるんですよね、これですか、うん、そうっすねまあでもさ、あれじゃない、まあ、気になったら、はいはいはい、読んでみればいいし、はい、うん、全然この図書館に置いといてもいいですよ、はい、うん、そのうちねおからじ図書館映るかもしれないんで、ね、本棚、おからじの本棚が映、ね、るっていうのは移動するわけじゃなくて、そう、映像としてね、という、いや、おからじ図書館で読もう、まあ、触りしかね言えなかったのがちょっとね、まあでもこれ多分結構いいっすよ、触りとしては読みたくなりますもん、なる、うんうんうん、一番初めのさ、俺がさっきさ、死んだらどうなるのかとかさ、死後の世界はあるのかとか、はい、人はなぜ生まれてきたのか、生きる意味とは、うん、一つもちゃんとした回答はしてないけど、はい、まあ、なんとなく、そう、ね、想像はできるっていうか、想像はね、そうできるかなっていう、うん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 、っていうことですね。他にもね、ちょっとね、さっきね、他の2人にも送った、あれはあるんですけど、質問がいろいろあって、うん、もう一度やり直すチャンスは全ての人に与えられているのでしょうかとか、うん、祈りに効果はあるのでしょうかとか。霊界の医師にはがんの治療法が分かっているのでしょうか、生まれ変わりは本当にあるのでしょうかとかさ、弱肉強食の自然界をこしらえた創造主がどうして全てを愛する神であり得るのでしょう、うん、ちょっと突っ込んだ質問を、ね、そうしてることもあるっていう、まあでもそうやって話してくんだったら、うん、出てきて当然の質問だなっていうのがなんですね、うん、それもねこうはぐらかさずに、うん、ちゃんと正面から受け止めて、うん、それを答えてくれてるっていう、うん、この辺もねちょっとね言いたかったんですけど、うんうんうん、聞きたいです、まあ、ちょっと今日はこの辺で一旦ね、この辺で一旦この辺でちょっと楽しみですね、その、うん、まあ、そう思ってくれたらいいな、例えばこれで読んだよっていうコメントが あって、嬉しいで第2回をやった時に、あそうそうこの質問あったねみたいなのとか、そういうのとかも面白いですしね、そうだね、うんうん、ちょっとこれはまた第2回への予習になると、そうだね、やりたいなって思っております、はい、はい、いや木村先生今日はありがとうございます、いやとんでもない、まだまだ語り
尽くせてないんですけど、1時間目にしてはだいぶ心奪われてますよ。本当ですか。まだ2限目も全然頑張れちゃう。受講者増えると思います、はい、このゼミ良かったです。あのゼミめっちゃ良かったよ多分今食堂で言ってます、はい、うん、そうだから、あの全然知らなかった人もこれを機に知ってもらえたらいいし、うんうんうん、でね、他のとこでさ、なんかそういうの取り上げてるのがあったら、うんうん、あそこでやってたよとか、まあ、そういうことじゃなくて、うんうん、あのみんなが知っといて損はないことだから、はい、あのどんどんね広めてほしいなって思います、うん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 、これ第2回ケイスケがおらんかった時ですよねどういうことどういうこといや受講者が増えるって言ったのにいきなり減るって俺その日行けねえすとか言ってそれもどっかで意味があるんですよ。そういうことなんですよ。そういうことなんですよ。そういうことなんですよ。そう、プッテキ食堂で見ずにね。そう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 、そうそうなんですよ。はい、そう、優しくなれる。あ、そうそうっすね、そうっすね、それっすね。そうそうなんですよ。まあいいかなっていう意味があるこんなんだろうなみたいな、うんうん、マイナスなことも、うん、そう、っていうことが書いてあるっす。そうそうそうこれ第1回で終わりですか。いやでもまあ面白いことはいっぱい書いてあるんでね。またやりたい、やりたいですね。ぜひぜひ、はい、ということで、はい、うん、うん、じゃあ締めていいですか。はい、お願いします、はい、この話もし自分だったら。ありがとうございました。ではまた後ほど。